人多いな俺が従いたいみたいになってるやってるシャンデーみたいな兄貴タロットガイですとイワベーリスロンセイドタロットリワベーはい、というわけで本日は夏休みスペシャル心霊コラボ ST スタジオさんに来てもらいましたイエーちなみにここに来て誰かと撮影するって初めてだと思うコラボで初めていただきました2年ぶりのコラボですねはいそうですね2年ぶりのコラボということで前回に一緒に撮った企画が互いのチャンネルで一番怖かった瞬間ベスト3っていうのを発表し合ったの覚えてるかな覚えてます、はいはいまあ、今回2年間も経ったら更新されてるんじゃないかということで、本日は互いのチャンネルで一番怖かった瞬間を発表してその中から一つ実践その場所に本日は行ってみたいと思いますうわー行っちゃうんすねすっかりもう完全にね心霊チャンネルやん普通 YouTuber とかってさ引きがあるものってさなんか住みかっこないねんってあるやんか、はいはい、ただね俺とかやったらそのチンスポットとかいろんなとこ見てもらってあと大食いやったら住みかっこ大食いとかあるやんか、はいうん、俺あれから ST の動画ちょいちょい見てたらさ住みかっこ心霊ありって書いてるんだ心霊系じゃなくてもなんか現象入っちゃうこととか多くてスタジオにもう全然関係ない人がやってるそうだ心霊あり1週間駄菓子だけで全然意味なかった意味なかったマジ笑うマジ笑う早速そちら互いにもう用意してますよねはい、はいはい、じゃあそれを発表していきましょうよっしゃまあ場所このままやねんけど早速じゃあどっちからかなちょっとじゃあジャム程度のかも ST さんからはいおー行った場所が学習楽っていうところなんですけどあのホラーゲームのサイレンの元になった廃村があった時、うんうんうん、あったんですけどそこでアフタートーク喋ってる時に誰もいない家の奥から怒った感じで思いっきりダーンってなるんですよすげえ音だったそう一気にみんなブワーって山になってついにやばい音なんですよじゃあ俺ちょうどこのシーンですねじゃあ怖かった瞬間第3位いきましょう焼けてない、そうだよね、今考えたそうそう、焼けてないんだよそれがおかしい日本人魚焼けてない部屋ボンス待って待って待ってまあ、ここですね動画上は多分まあ、なかなか入りづらいかなと思うんですけど、うん、いやいやもうね、全然こんなレベルの音じゃなかったいや、わかるカメラで、ね、拾えるさ、限界もあるやんか、はい、でも、まあ YouTube やってるかわかるけど多分距離感結構遠いやん、はい、この音はかなりでかい音やそういや、マジででかかったんだよ YouTuber の人が言ってくれれば全然努力しますわ怒ってるんだなってちゃんと感じたというか音立てるっていうのですよ、ね、そうなんですよじゃあ続いてじゃあ私はい竹脇の第3位まあこれ東京の某所はいはい、でもう本当にとある誰でも知ってる大物の YouTuber さんの家に上がった時、はいはい、何なら泊まらせてもらってんけどその時に本当にあこれ俺終わったかもって思うような出来事があってちょっとそれはあの説明ここでするよりは多分見てもらえた方が早い、はい、ああはい、いまずそれ俺はもう俺パッて見てもらうわはい、はい、じゃあいきますねいきますはいはい別に大丈夫お酒飲まないけどあっもうなんかね調子悪い日だとすぐに酔ってきつくなるけど今日はなんか調子が良かったっぽい良かった良かったいいやねやでもこれ何個かあるのあーでもちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいダイアリーいやこれYouTuberが一番怖いちょっと待って言わせてくださいでしょうねボケるぞって顔してましたからマジでおかしいマジでおかしいなんかワクワクしてたもんね皆さんが視聴者さんがっていうか YouTuber として怖かったっていうそうですねいきなりな関西かましてきたねいやここからガチでいくよはい、はいはいですね、僕が行った一番怖かった場所はオレンジハウスっていう家族が一家心中した家なんですよねでなんかその家を取り壊そうとすると突然事故が起きたりしてなんか工事ができなかったりとかしてでなんかそこで俺と正義が2階にいて1階にいる大輝から電話が来たんですよでそれで何だろうなと思って1回切れちゃったんですよでそれで何の電話だろうなと思ってもう1回かけ直したんですねでもう1回かけ直したらよ俺今電話かけてねえよっていうじゃあ見たいと思いますはい ST の第2位
じゃあ見たいと思います。はい、 ST の第2位。このクラスで、あ、出ました。あ、なんだっけ、するしてんじゃん。ちょっと息を覚えて。何、何、何は、いや、何がじゃなくて、いや、お前がかけてきたんだ、電話は。ST とどういう企画を取るかってなった時に話してたのが、某日前のデパートで、はい、火事があったと。そこでたくさんの人が亡くなったっていう、まあ、そういう事件があったんですけども、はい、大阪の方にあってね、まあ、そこで知り合いの話なんですけど、はい、まあ、実際その映像もあるんですけど、はい、でその人も YouTube をやってて、はい、でビデオカメラ欲しいという話になって、はい、火事があった跡地が電化製品屋さんなんですけど、そこでカメラをビデオカメラ買いに来ました。で普通にビデオカメラ買ってそのまま試し撮りみたいなで置いてたよ。でそこで動画撮るわけでもなく、普通にちょっとああいけてるかな、はあみたいな感じのことを言ってる時に、この歌は思えないような音声が入ってて、はい、本当にこれその状態、はい、8462、え、ガチですか。え、マジ、え、え、これマジ、マジで言ってるの。すごいですね。やばいですよ。え、マジだってこんなんもう出そうとして出る声じゃないですよ、ね、うん、もう猫みたいな発情期のね。でも勝ってるから分かってるでそれを持って返品しに行ったんですって。変な声が入っちゃって死んでーがーみたいな感じで、向こうも死んでくれるか分からんからさ、うん、って言った時点で、あのよくあるものなので、はい、全然返品、って言われてました。じゃあ続いて最後 ST のうち、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、僕たちダントツの1位は、はい、先寺っていうところなんですけど、うん、もうそこがマジヤバすぎて、初めて本当まだ全然残ってる状態で買いました。マジ全然まだ見るとこあるのに、うん、中もう無理すぎて、無理すぎて、始まります。壁のシーンですね。はい、濃くすぎる。明らか何も触れたりしてないじゃないですか。急にウィーンって。この続きはとんでもない声が入ったんで、じゃあそれを見てもらいます。ガチヤバいっす。同じ、あ、これも下げてるね。ここら辺から、はい、トモさん2階行きましょう。行きましょう。はい、完全マジで普通に喋ってたよ。普通に喋ってます。めっこい聞いていい。トモさん2階行きましょう。はい、完全にもうどう考えてもまず男の声ではないじゃないですか。そうだね。だからもうメンバーの声が聞こえたっていう可能性はもうないね。なるほど、電波に乗ったってことか。ちなみに今回さっきの家電量販店になってるとこって方やか、はい、あっこをこの後そのまま行こうと思ってます。おお、はい、俺はね。で次俺の1位のとこを ST の次の動画に行こうかなっていう。なるほど。うわあ、マジか。まずここの前知識として、京都にある廃民家みたいな感じのとこで、はい、で普通に2階建てで階段も登れると。そこでとある事件があったんですよね、うん、家族全員が殺されるっていう事件があったらしくて、で特にその2階が危ないって言われてて、2階でそういう事件があったと。でその時に2階に行こうとした瞬間にちょっと恐ろしいものが見てしまったなっていう。これもう中に入ってる状態ね。はい、ちょっと1階、1階ちょっとホラーモードになりましょう。あの問題の2階です。
こちらがそうですね。怖くて、鳥肌が立ちすぎて、全身バイブレーション状態今。はい、ちょっと、もう一回見ていい？はい。リプレイ止めるから。皆さん、ちょっと一回ちょっと、ホラーモードに会いましょう。問題の2回です。こちらがそうですね。まあ、違ったら、ああ、そうっすよね。はい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 、これですよね。はい。2階からっすよ。そう。2階で、しかも上からこう覗いてる。しかも外からなんだよ、うん。だからありえへんっていう。人ではないやん、100%。はい。行こう。ということで、この動画は続きとして、ST の動画でここに行ってみたということをチャンネルでやるんで、はい、皆さん、最初の方、飛んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず早速僕の方で恐ろしい声が入ってた近くまでビリットボックスを持ってはい、はい、行ってみたいと思いまーす。いきますかー。コンバテンションで行っていいのかこれ。それじゃあちょっと止めていきますか。このめちゃくちゃ細い細っこれはだいぶテクニックいりますね。ドラレコの映像みたいになってる。誰か出てくるやん、飛び出してくる。はい、ということで近くに着いたんですけども、はい、本当に心霊スポットっていう雰囲気はマジゼロなんですよ。普通にもう街並みっすもんね。そう、はい、というわけで一旦行き終わりました。もう通り過ぎてました。ですね、通り過ぎるっていうかずっと横にあったよ。えモザイクかけるんですけど、この建物です。あ、これっていうか、もう本当に一番ここからが見える場所。昔その事件があった時に見て、あれは顔出せるんよ、一回一回。あ、ですよ、はいはいはい、ベランダというか、はいはいはい、だからよくその火事の事件であるのが、暑さに耐えきれず飛び降りちゃうみたいな、はい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 、それがこの場所みたいです。だから落ちたらまあこの下に落ちるって。そう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 。ここ本番のアイテムもこちらです。おこちら、スピリットスピリットボックス、ボックス。じゃあ大阪初めてのスピリットボックス行かせていただきます。このスピリットボックスで、まあ、何か音声が聞こえればこの世には存在していないものの声だと。じゃあ質問いきます、はい。このカメラは、家電量販店で買ったんですけど、何かしらこのカメラに霊的なものは宿っていますか？ないっすね。ない。返事なし。返事なし。返事なし。じゃあ次正義。さっきの長兄の動画に映ってたえげつない声は、あの火事で亡くなった方のものですか？なんか今一瞬なんか言ったよ、待って待って、なんか言ったよ、今待って待って、女の人じゃない？なんか泣いてます。なんか待って、なんか泣いてます。なんか泣いてます。待って待って、えマジで怖いねんけど。待って、やばない、こんなことやばない、ちょっと待って、めっちゃ鳥肌立った。泣いてましたよ、めっちゃ鳥肌立った。やばい、なんか言ってました。なんか訴えてこれはありえないっすよ。こんなことないでしょ。こんな感情的な声はマジで今から一回もない。普通喋ってました。喋ってなかった。怖じゃあちょっと他の周波数を拾っちゃって、都会すぎるっすよ。そう、1回だけ拾ったのはちょっとあれマジでちょっと偶然のサムスというか、一瞬だけ多分ここの中から拾えたものだと思うんだけど、これ以上やってもでも他のものがね拾えちゃうということで、ちょっと都会すぎて一周回りますか。そうですね。あ、ほんまですか。ちょっとやばい、ちょっと声かけようか、めっちゃ迷ってきた。楽しみにしてます、また。何か感じないですか。え、何をですか。え、服装ちゃうなって。あ、そういうことじゃなくていや、そう、さっき噂見てたら、まあ、こんなにタクシーめちゃくちゃ走ってるやんか、繁華街やからさ。でも、この前でタクシー降ろしてくれって言ったら、その人にも言うねんけど、半数ぐらい降ろしてくれるんだし。だからその悪い、止まりたくない。そう、ここで止まりたくない。やばいな、こういうところのがやばかったりするよ、うん、意外とね。なんか霊って意外と普通の人間の格好してて、通行人が霊って言われてたりとかしますよね。確かに、あ、勘違いみたいなね、うん、そうっぽいの。
ありますよね。ぽいぽい。ぽいぽい。あ、俺が。俺が。はい、一周終わりました。ここですね。はい。どうでしたか、今回。大阪の最強と言われている。土地柄で実際に起きたこととか、そういう歴史を考えたら、割と最強。だって、絶対に大阪で調べたら、ここトップに出てくる。なんか俺らの想像する1位とはまた全然違うもの。それが余計、なんか次元が違う怖さの感じがします。そうやね。します。よっしゃ。幽霊じゃない。幽霊。